スイングバイってなんか元々なんか宇宙探査機が惑星の重力から遠くへ行くみたいな用語から取ったみたいで、なんで親子上場してるのか、発行体と親会社それぞれ開示しなさいっていう開示基準も設けたりしていて、どういった弊害があるかっていうと、初めてのスタートアップ MA 全集。はい、皆さんこんにちは。スタートアップ投資 TV ガゼルキャピタルの石橋です。今回もですね、この番組はイニシャルさんとヘンゲさんにスポンサードいただきながらお送りをさせていただいております。いつもお世話になっております。今回もですね、前回に引き続きまして、日本 M&A センターさんと送る初めてのスタートアップ MA 全集のカンムスさんの出演会第3弾になります。過去の動画はですね、概要欄の方に1本目も2本目も、おそらくこれ3本目全部公開されてて4本目も載っておりますので、ぜひチェックいただければと思いますが、今回も引き続きカンムの代表取締役社長山木さんにご出演いただいておりますので、よろしくお願いいたします。お願いいたします。今回はですね、第2弾でも一部キーワードに上がっておりましたスイングバイ IPO というところ、最近なんか僕自身も VC としていろんな企業家さんとコミュニケーションする中で、ちょっとずつキーワードとしても出てくる機会増えてきたなって思ってはいるんですけれども、まずは竹場さんの方にご質問させていただければと思うんですけれども、スイングバイ IPO って M&A を伴ったっていうところなのかなと、なんかなんとなく認識してるんですけど、なんか改めてどういうものをスイングバイ IPO と呼ぶみたいなところが、簡単にちょっとなんかご解説というか、なんかご協力いただいてもよろしいでしょうか。スイングバイ IPO が多分ワードとして出てきたのは、ソラコムさんとの CDI さんですね、はい、簡単に言うと大手企業の力を借りて IPO に行くっていう単純で、スイングバイってなんか元々なんか宇宙探査機が惑星の重力から遠くへ行くみたいな用語から取ったみたいで、大きなもののテコの原理を利用して遠くへ行くみたいな明確な定義はないみたいで、割と最近なんでしょう、あの M&A センターさんとかにも企業家さんからとか、場合によっては買い手さん側からご相談とかっていうのも出てきてるもんなんですか。スイングバイ IPO をしたいんで資本政策考えたいっていうのはまだあんまりなくて、結果そうなってるみたいなのはポツポツありますけれども、はいはいはい、最近の事例だと先ほどソラコムさんの名前も上がってましたけど、他だとなんかちらほらあったりするもんなん、ありますか。あ、でも SBI のフォリオさんとかは解散ですね、はい、2年ぐらい前です。そうですね、はい、あそこも SBI さんの相当な営業力、顧客力使ってめちゃくちゃ、確かに。あとはまだ上場はされてらっしゃらないですけど、あのフラットセキュリティさんという会社さんが GMO グループ入りされて、まさにスイングバイ目指すためにやっていくんだみたいなことプレスリリースにがっつり書いてあった記憶もありますし、ベリーのお姉さんとかもそういう感じなんですよね、きっと。GMO さんがだから結構そうだそうだ、親子上場めっちゃしてますもんね。 GMOPG さんとかもしかして走りかもしれないですね。はいはいはい、GMO さんに伴って親子上場みたいな話もありましたけど、親子上場世俗でいうとなんかあんまり良くないよねってされてることも多いのかなというか、避けられてるあのケースも多い中で、まあ、一方でスイングバイ IPO というところがなんかにわかに増えていくんじゃないかみたいなところを出てきてますけど、竹馬さんがもしご解説するとしたら、そもそもなんで親子上場ってなんかあんまり良くないとされてるというか。親子上場ってあまり欧米だとないで、日本のだから今上場企業が約4000社で、親子上場してるのが200社ぐらい、関連会社含めると1000社あって、もっと前は400社ぐらいあって、結構2006年ぐらいからこう減少するっていうのがあって、でちょうど2023年の末に東証がなんで親子上場してるのか、発行体と親会社それぞれ開示しなさいっていう開示基準も設けたりしていて、どういった弊害があるかっていうと、まあ利益相反ですよね。まあ上場していても子会社の株式って親会社が持ってて、親会社の連結でまた株価が決まるって中で、子会社の少数株主の利益を度外視した親会社による経営意思決定が行われる、でその結果親会社の株価が上がったとしても、親会社株式を持ってる子会社の少数株主ならいいですけれども、そうでない場合は何の親会社の株時価総額ばっかり上がって自分たち子会社の少数株主の株価上がらないんでみたいなことが起こりかねない状態がダメだよねっていうので、まあケースによっては避けるべきだよねっていうのが。スタートアップ投資 TV では資金調達が必要な場面ですとか、どういう風に資金調達したらいいのかわからない方々に向けて資金調達相談の窓口というのをやっております。概要欄の方から URL 見ていただければと思います。それでは番組後半もお楽しみください。まあ、そういうトレンドが全体感があった中で、まだまだ N 数少ないとは思いますけど、なんか分かりやすいキーワードできてくると広がってくんじゃないかなと、なんか個人的な解釈としては思ってはいるんですけど、改めて山木さんとか幹部さんから見ると、そもそもそれが選択肢に入っていた理由ですとか背景みたいなところ、どんな感じだったんでしたっけ。
もともと IPO を目指していた中でマジョリティを持っていただいた結果スイングバイ IPO っていう形に落ち着いたっていうのはあるんですけど、単純にまとまった資本が必要だったっていうところと、安定株主がついてくださるので、そこの後のコミュニケーション、株主のコミュニケーションもしやすいだろうなっていうのはありましたので、あとそこでもう決まってくるのでバリエーションがっていうのも、はい、含めてなったかなと思います。なんかゆとりさんとかの IR を見ていると、売上構成の 40% ぐらいが ZOZO タウン経由でブランドのが売れていらっしゃって、すごく相性のいい事例だったのかなというふうに個人的には感じていたんですけど、メリットデメリットみたいなところで言うと、まあ、改めてその山木さん目線だと、多分事業面とか、まあ、場合によってはそのファイナンス面というところとか、まあ、上場というところを見据えても、スイングバイ IPO はこういうメリットないしはまあ懸念点があるよねというところは、なんか山木さん目線だといかがですか。メリットはもう明確にシナジーは MA 前、そのディールの前においてはそんな詰めれないにしても、詰めた後はそこは追い詰めるべきであって、でそこは実際に期待できる。三菱UFJ銀行さんは個人で4000万口座とかで、法人で100万口座とかお持ちだったりしたので、 B2B 事業やるにおいてもご一緒できるかなっていう、はい、心づもりもあって、そこが明確に期待値としてありますし、バックファイナンスもいろんなところでお願いしたりとか、実際ちょっとでも動いてる部分があったりするんですけど、すごく資金繰りが必要な事業なので、そこの安心感が出たっていうのはすごくメリットかなと思います。逆になんか上場前後ですとか上場後だと、スイングバイ IPO の場合の懸念点とかメリットって何か想定していらっしゃるものってあったりするんですか。まあ、一般論ベースでっていうところで全然構わないと思うんですけど、ちょっと上場前後の売る側がメリットか分かんないですけど、ガバナンスはしやすいと思いますね。経営者のインセンティブ設計が、まあ、そのまま残るのでやりやすいと思いますし、2個目ぐらいのご動画でもお話した通り、出す額が 100% じゃなくていいので、一応絞られるから逆にバリエーション上げられたりとか、まあ、そういうところもあって、で買い手側化すると、まあ、結構いい選択肢になるとは思います。とで懸念としては、先ほどの親子上場のガバナンスがどうのっていうのは、やはり機関投資家さんからは常に問い続けられると思います。と機関投資家さんからすると、一点持たれちゃうといっぱい持てないので、そこは一つ他の銘柄に比べて明確にデメリットになっちゃうよねっていうのは、一般のとしても理解できるかなと思っているっていうのと、事業進行上でいくとメリットも半分あるんですけど、スイングバイ IP をするっていうので独自性を投資家から求められるんで、こっち側は自由に経営がしやすい、向こうからいっぱい人が来るとかこうしなさいって言われると IP をできなくなっちゃうので、ガバナンスが独立を維持できてないっていうところから、逆にそれが壁になって我々の自由度があるっていうのは、まあ、メリットではありますけど、まあ、かたや彼らの PL に入ってくるので予算をちゃんと達成していくっていうお約束はマジョリティ持たれてない会社さんに比べると高いなとは思います。実際減損になっちゃうので、まあ、まあそうです。先ほどの事例に出てくるような方々とお話しするんですけど、やはり数値をちゃんと守っていくっていうのは IPO レベルのガバナンスを効かせていかないといけないっていうのは一つの制約にはなるだろうなとは思いますね。IPO に向けたその事業計画をしっかり達成していくっていう軸と、はい、親会社からすると連結してるんで減損にならないように将来キャッシュローをしっかり作っていく軸、はい、この2つの軸が両方で走ってるような、はい、そうですね、おっしゃる通りで、まあ、とはいえ IPO してたぐらいのつもりだったので、うん、IPO してたら割るなんてことはありえないですね、はい、予算を。逆にこれ企業によっては子会社化した後にまた IPO までまた結構赤字掘らなきゃいけないっていう事業ステージとかモデルの場合は結構また話が変わってきますよね。そうですね、ちょっとは、はい、違うことを見ないといけないとは思いますね。結構じゃあそうなるとスイングバイ IP を目指すタイミングの見極めって結構難しいですよね、きっと、はい、そうですね、 IPO できるぐらいのレベルでもうワンランク上のステージに上がるための事業成長が欲しい時にやるんだったらいいかもしれないですけど、 MA の延長線上でやるのはちょっと大変かもしれないですね。時間軸としてどのぐらいですか、感覚的に IPO ここにあったら、まあ、何年ぐらい前からこうシナジーのどこで開花させるかから逆算する話、まず1年は無理じゃないですか、資本政策上で2年以上っていうのはマストある中 で例えば新規事業やって伸びるってタイミングで考えてたんです、やっぱり 3,4 年かかっちゃいますよね、多分ね。ちなみに竹場さんたちのチームはスタートアップ M&A に特化している領域だと思うんですけれども、はい、スイングバイ IPO の相談も割とウェルカムなんですか。何件かあるんですよ、開示してないだけで、1回そこに M&A されたけど今上場してる会社もあるんで、はいはい、実績としてはありますね。なかなかまだ業界で言っても足元まだ件数も少ないですし、馴染みもないテーマなのかなと思いますので、ぜひ動画見ていただいた方はですね、動画の概要欄の方からお問い合わせいただけるといいのかなと思いますし、タイミングの見極めも最後に山木さんからいただいたとおり、かなり難しいのかなと思っておりますので、僕らの方にもお問い合わせいただければなと思っております。それでは第4弾をですね、またお送りしていければと思っておりますので、
見逃しのないようにチャンネル登録いただきながらお待ちいただければと思っております。お二人とも最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんも最後までご視聴ありがとうございます。それでは次回もお会いしましょう。さようなら。